ソフトバンクは23日、和田強投手のインスタグラムとフェイスブックが乗っ取りの被害に遭ったことを球団公式 X、旧ツイッターで明らかにした。現在両アカウントを停止しています。復旧に向けて対応中ですが、誤った情報にご注意くださいと呼びかけた。画像、ひどい、ファンも激怒現役選手が公開した誹謗中傷メッセージ。 43歳の和田は2002年ドラフト自由枠で大英、現ソフトバンク、入りした。2012年からメジャー挑戦し、2016年に復帰。同年に15勝を挙げて2度目の最多勝のタイトルを獲得した。今季は5試合登板して2勝2敗、防御率4.01。NPB 通算成績は331試合登板。 160勝89敗防御率3.19メジャーでは21登板5勝5敗防御率3.36松坂世代最後の現役選手となっている